はい、尺度を始めてから5年になります。ああ、こんなのできないって思いました。そうですね、まだ金やプラチナなんかと全然性質がちょっと違ってくるので、同じように叩いてても全然こう曲がり方とか変わってくるので、まず慣れるまでが本当に大変でした。尺度自体がとてもデリケートな素材ですので、綺麗に磨いて出来上がったと思っても、最後の最後でこうあっとこう色が変わってしまうことだとか、そういう時がありますので、やっぱり仕上げの瞬間が一番緊張すると思います。尺度を始めて10年ぐらいになりますね。やっぱりラインをきれいに出すっていうことが難しいですね。あ、そうですか。はい、ラインがうまくいかないとどういうふうになってしまうんでしょうか。よく波打ったようにまっすぐの線じゃなくて波打ったようになっちゃうんですよ。あ、そうですか。はい、まっすぐを出すために、はい、そうするといろんな工夫をなさっていると思うんですけれども、はい、どんな点がありますか。ちゃんと均等に叩いていって、力も均等に入れていってあげないと伸びすぎちゃったり薄くなりすぎちゃったり、で横にはみ出しちゃったりするんで。そうですか。はい、ご注文いただいてから、お届けするので多少時間はかかると思いますが、皆さんお待ちになって買ってください。よろしくお願いします。